ピアンズの里吉ゆうたろです。今から岡村めるみちゃんのファースト写真集ミーミを見ていこうかなと思うんですけど、同時にミーミが初めて見てる時の動画を見ながらやっていきたいと思います。ミーミを見ながらミーミを見ます。ではせーの、岡村みなみです、はい。今からじゃん、このファースト写真集、はい、ミーミを初めて中身を見ていきたいと思います。あ、中身って言ったんですけど、まず裏表紙が何か分かってないので、裏表紙見ます。じゃん、おー、裏表紙、かわいい。こういう水着が似合いますよね。なんかポップな、おー、見始めた。やば、めっちゃドキドキする。何この緊張感。かわいい。どっちのミーミを見たらいいのか分からん。なんかどの順番で来るかも分かってないから。え？てかここ使われてたんだ。取られてたんだ。知らなかった。うん。大人になりました。すごい。いつもとちょっと違う感じ。かわいい。いいな、海が綺麗。なんか大人っぽくて、大人っぽいです、ミーミーが。いいですね。最近ミーミーめっちゃ18歳になることを大人になるって呼んでて、すごい。かい、もう子供じゃなくなる、もう子供じゃなくなるんだよってずっと言ってるのが可愛いです。全然子供です。うん、ちゃんと笑ってる写真もあります。あ、見ちゃった。なんかいや、ミーミーがめちゃめちゃなんか熟読してて、どうしましょう。よいしょ、めっちゃ真剣。そりゃそうだよね、そりゃそうだ。かわいい制服。ミーミーといえばツインテール。すごい、めっちゃ真面目に読んでます。ミーミーが全く喋らなくなっちゃった。ミーミーがミーミーが喋んなくなっちゃった。どうしましょう。すごい。でも自分の写真集見るとき、なんかそうなります。なんか真剣になっちゃう。すごい。どこ見てるんだろう。なんか自分だからリアクションしづらいけど、同じこと言ってる。自分だからリアクションしづらい。そうなんですよ。あら、かわいい。えら、かわいい。かわいい。やっぱニッコニコの顔がやっぱミーミーらしいから、なんか私の写真集では私があんまりそういう顔しないので少なかったんですけど、こうやって見るとなんかやっぱメンバーごとになんか個性があってかわいいなっていう感じです。あっ、歯ブラシ。おお、すごい。あ、かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいな。あら、え、めっちゃいい、これ。わー、赤も似合うんですね。猫ちゃん、もう猫ちゃんまで行ってるんだけど、ミーミーが。私まだ全然猫ちゃんまで行けない。あ、猫ちゃん来た。超綺麗。あー、やばー、かわいい。ミーのほっぺ楽しそう。かわいい。あー、やばー、来ました。ちょっと今度一緒に行こう、猫カフェ。特権だ。あ、私が好きなやつ来た。アメちゃんのショットめっちゃ好きなんです、個人的に。オフショットがすごい可愛くて似合う。すごい、いい天気だ。いい天気でいいな。かわいい。なんかいろんな髪型のミーミーが見れてめちゃくちゃ楽しい。
ミービーが喋らないゾーンにちょくちょく突入する。真剣だ。めっちゃ雨降ったんですよ、撮影の時に。ちゃんと雨降って、雨も映ってる。面白い。すごいいい天気に見えた時もあって、一日でめっちゃ雨降ったり晴れたりしたんですけど。あ、そうじゃん、なんかいい、ね、浴衣見たい。私、私浴衣見たい。いいなぁ、プールのショットいっぱいある。赤ちゃんじゃん、楽しそう。あ、服似合う。あ、そう、私ミーの横顔が好きなんですよ、けど、まあ、服だと映える。横顔がやばい、めっちゃ嬉しい、これかわいい。いいですね。なんかあのミーのイメージになかった色の衣装がすごい多いなっていう印象です。なんかすごいピンクとか紫とかそういうのが似合うと思ってたんですけど、結構赤とか緑とか、ね、浴衣もブルーだし、すごい新鮮です。みーちゃん、みーちゃんも読み終わる頃かな。真剣。終わったらしいです。みーが真剣に見てるから私もすごい真剣に見ちゃった。これ大丈夫かな。皆さん、たくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひチェックしてください。はい。終わっちゃった、みんな動画。はい、ということで動画を見つつ配信者を見てまいりました。なんかすごい新鮮だなっていうところと、なんかミーらしいカットもすごいたくさんあって素敵だなと思いましたので、ぜひ皆さんチェックしてください。私はこれちゃんとみーちゃんにもらっちゃうかな、サイン。なので大事に大事に読みたいと思います。はい、ということで以上、初見ミーミー見ましたよの動画でした。ありがとうございました。里吉宇太郎でした。